Ich möchte euch etwas über das letzte Video erzählen. Kritikal Gomisi. Kritikal wa atai nakte ii daro koitsu ni. Kritikal hatsudouritsu no ijou de tsuhou shitoku wa aitsu ni. Mbappa no tsuhou shitoku wa. Als ich von Mbappas besonderen Fähigkeiten erfuhr und den Live-Kommentar vortrug, wurde ich wütend und meldete es dem Management. Natürlich ist das in dem Video nur ein Witz. Hierzu gab es mehrere Kommentare. Sie wissen das vielleicht nicht, aber Mbappa hat einen fünffachen kritischen Treffer. Es ist so. Ich weiß. Ich weiß. Weil ich Mbappa habe. Bitte verstehen Sie es vor dem Anschauen und genießen Sie es. はい、ということで今日はこのエムンバッパを連れて行きません。さあ、当たりました。ドイツ人ですね。しかもこれ欧州デッキか。熱くなってまいりました。ドイツ人とね、たまに当たるんですけど、勝率9割ぐらいあるんです。いや、ブライアンいるけど日本派なんだ。シュナイダーをあげるっていう発想ですかね。さあ、負けませんよ。さあ、私今日クラウパで参ります。いくぞ。さあ、まずシェスターでね、そう、今日絆がね、90後半から 100% 今日取れるようになっております。さあ、まずシェスターでコブね。いや、コブかかるのブレーメンだけだった、忘れてたわ。自分にコブかかっただけかな。わしが相手だ。さあ、イエニスタ強いですよ。イエニスタが強い。これドリ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 ゼダンいきます。いや、クソ強いのはイエニスタを、イニエスタを今日使いたかったのに、どっちかっていうと。いいね、イニエスタをね、めっちゃ使いたかったんです。あの攻守本当に全部できるこの人。勝負受けて立つ。さあ、ここに来てハートランド、ハートランドに行くぞ。そんな、邪魔だ、どけ。よし、ちょっとこれ打つわ。手長いだけど打つわ。まあ多分ソーダパスカットなんでね。そう、いや、バフ一緒だった。若林も 96.5。 まあちょっと取れないですかね。 10% ぐらい、気持ち 10%、 30% ある。なるほど。まあ今若林もこれ手を抜いてますよね。今それね、翼だよね。危ねえ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 。受けて立つ。ここは自分で行く。さあ、これシュナイダーパスだね。よし、一気に行くぞ。いや、絶対止める。これパスパスなら絶対。くそくそ、何、行くぜ。よし、捕まえた。遠慮なく行くぞ。ゴッツはパスカットしとくか。ここで試合を決める。シュートかなっていう予想なんですけど。行くぞ、エリック見せろ、その新ブロック見せろ、最高の。さあ、いい、この顔を見合わせるの最高でね。これブロックなんですけど、だいぶオフェンスっぽい動きありますよね。よーし、俺が相手だ。読み勝つ。よし、そうだ、足場だ。そうだ、カルツがつくんでしたわ。ちょっとティキタカ見せちゃっていいですか。あ、キンクリ、これいけるんじゃない、もしかして。よし、もしや。あ、さすがに無理か。さすがにカルツ読み勝ちなんで無理ですと。これね、これシュートでもいいんですが、ストンピングされるのが正直一番困るので。おい、あるー。こんなフィジカルで俺を抜けると思ってるのか。行くぜ。かっこよすぎんだろ。おい、シュナイダー止めんのね、知らんかった。というふうに軽いジャブをね、今やってるんですけれども、マーガス行こうか。俺が試合を決めてくるぜ。
この時を待ってました。よし、キーパーはなしね。キーパー交代なし。黙れ、黙らっしゃい。さあ、ブロック封印か。いや、これ読み勝てば全然あるな。タフネスキープドリブルいけ。ここで試合を決める。レカル、いいよ。いや、普通にいける。よし、かっこいいわ。あ、これ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 、いいところに出してやる。頼む、おっさん頼む。仕掛けるぞ。いや、マッチずんじゃねえ。ちょっといいところじゃなかったね。ま、いや、でもマーガス 100% あるよね。マーガスのバフ 100% あるよね。それすり抜けませんか、いい側を。あ、ダメか。くそー、さあ時間切れ。うん、渋かったっすね。普通にね、気持ちよく勝てたら終わるんで今日、本当に。いつもそれしか言わん。どうせこれ若林なんでね、ここで若島津とかまずないんすよ、そう。な。多分ね、普通にワンツー読みです。任せたぞ。あ、パスか。二人がかりで。ナイス。あ、ナイスエリック。うまい。勝負だ。くっつかれた。出せないぞ。負けてたまるか。まあ、何もしない。いいんですか。イエニスタ強いよ。イニエスタ。イエニスタ。イエニスタ強いよ。そこで読み合いに持ってたるわ。めんじゃねえぞ。来い。いやー、クソワンツーしたいんすけど、ちょっと一回やっていい？絶対読まれてんだけど。任せる、ピクセ。あー、やっぱドリブルか。いやー、もう曽川曽我と井川どっちにマッチしてもダメだな、これ。曽川って誰すか。ようやく俺の出番のようだな。そうだね、すっげーゴージャスなデッキだね。みんな日本代表だ、全部揃ってるんだ。ほうほうほう、勝負止めてやるぜ。集中していくんだ。ここで試合を決めるぞ。行くぞ。たち、わっ、なんでヒューガーが拾うんだよ、やめろボケが。よし、危ねえ。俺は負けない。受けて立とう。僕が仕掛けるぞ。これね、ヒューガにパスしかないんですね。それ絶対、それ絶対通してくる。ヒューガにパスしかないんでね、そう。出すとこないからな。で、ヒューガとゴッツァをマッチさせて、抜いたろうという判断は？ナイスゼラン。ちょいギリだな、もうマジでギリってるわ。ナイス。隙がないならこっちが動いてその隙を作るまでだ。よし、取れ。誰か誰か取れ。そう、自動パスカットだけ。おお、俺の見せ場だ。来い。どっちもあるね、ドリブル。俺が止める。遠慮なく行くぞ。なんで翼ってドリブルばっかするのね。ロベルト、俺が止める、俺が止める。ここは自分で行く。でね、これ多分ソーダはサイドマスターなんで、イニエスタに取ってからイニエスタに渡すね。ただシュート打たれたらその限りではないが、まあ取れるでしょう。これ後ろで、そう、ちょっとサイドから出さないときついぞ。そう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 、間違えた。いや、結果良かったが、タップミスです今の。
クソッタリアクソッタリアこらあ、自分ですよね。いや、今ソリマチライジングさんで激アツでしたからね、この間。ただ威力そんなにねえぞ、威力そんなにねえ。がっつりキャッチ待てよ、抜け出した。俺の見せ場だ。これです、待ってたのこれです。私が待ってたのこれ、待ちすんな。よし、フリーだ。総額がピュッて離れたんだよ。いやー、このマーガスって要求 100% でしたっけ。クソ安定してんな。ちょっと最後に一発入れて終わろうか。47分、なんとなく気持ち的にゾーンもかかって、あ、若林源蔵を舐めるな。イライラするわ、このバフも勝ってんのに 30% しか取れない、イライラするわ。こんなにバフ持ってんだぞこっちは。行くぞ、僕が相手だ。いけるね、で活路を開く。来たわ、うわっ、ガーッシーよし頑張ったじゃないだ。いや、マーガス、これこれこれ、あ、くっそーくそー、シュナですね。俺と勝負とはいい度胸だ。空中でマッチしてしまった。いいのか、イニエスタと、イエニスタとマッチして名前がいや、だいたい翼パスなんでね、だいたい翼ドリブルなんでね。ほんとリアルに、俺が止める、俺が対応する、切り抜けてみせるぞ。終わった。ほんとリアルにドリブルしかしなくて、あいつ、あいつマジでちょっと全力で当たりに行くわ。当たりや、当たりや、エリック行け、当たりや、14%、当たらない。やっぱりサッカーは楽しい。いや、シェスターも 6% ある。やっぱりサッカーは楽しい。ない勝負だ、打ってこいよ、おめえ、おめえ打ってこいよ。 88% ごときのシュナイダー怖くねえわ、打ってこいよ。いくぜ、打ってこいよ、こら、来るなら来い。すいませんでした。俺が、いや、ミカエル来たら終わるなこれ。ミカエル来たら終わる。カンナちゃん、カンナちゃんありか。あとのディフェンスは任せろ。取るんですね、素晴らしい、素晴らしいパス。勝負に行くぜ、俺がマークにつく。さあ、グランディウス、ここドリブル、絶対ドリブル。そう、俺がガンガン持ち込む。いやー、ライカールいちいちかっけえな、セリフが男らしいわ。よし、うー、ナイス、邪魔だ、どけ。あっ、さあどうなりますか。ただ結局トラップしたから、いや、ミューラーも結構硬いね。トラップしたからなんもねえんだよな。で、せいか、いや、普通に決まった、よし、よし、ハートランドナイス。さあ、行くぞ、みんな、ナイス、体でぶつかれ、そう、ナイスだ。
通らない。カナ、カナいけ、カナ、カナ、カナ、よし、ここで阻止する。俺が止める。行くぞ。ちょっと待って、そこそこいい数値出てんやんけ、タックル。特にカンナのタックル効くで。ここで止める。ナイス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 。待って、相手若林いるな、若林がいるな。変えてくるか、ゲーって入れてみるか。変えてこないにワンチャン。変えてこない、キーパー変えてこない。ベンチで試合を見て気づくこともある。よっしゃ、あとは仕留めるだけ、あとは仕留めるだけ。いいわよ、行くぞ。俺が止める。行くぞ。よし、かい。さあ、このゲーテですね、ドリブルもワンツーも移動距離がありますので、これ読み勝っても負けても地獄なんですね。さあ行け、ドリブルで行くわ、ドリブルで行くわ。さあ、どっちだと思う。さあ、ドリブル。勝負に行くぜ。行け。おー、生クリップ。あー、熱い。受けて立つ。熱いよ。どうなる、劣勢か。どうだ。おい、しかも舐められた、キャッチ舐められた。なんでよ。くそー、いい動きしてんだけどな。あのライカールのシュートとか最高だったんだけど、普通に決定打がないと言いますか。よし、俺が止める。来い、勝負。シューター出てない、シューター出てないもんね。行くぞ。ほら、終わってる。俺が対応する。行くぞ。じゃあめくいってやって、ディアスがめくいって。行くぞ。ほーら、ゴー。はい、ゴミ1人で、もう全般的にここまでゴミなんで。でね、このユニフォーム、パッと見ドイツっぽく見えるんですけど、相手のね、メキシコですね。なんかすっごいメキシコ好きなことが伝わってくるんだけど。こら、何がメキシコだ、こら。普通にそこ通すわ。うおー、かっけー、かっけー、イエリスタがきてー。どうこしましたね。サリアスにパスをプレゼントし、ラインコントロールしたんで、素晴らしい。もらってんじゃうか。あー、なんでですか。すごい今思い出したわ、ボッツだってポスカット1個しかないんだ。うわ、今すぐ切りて。そう、いくぜ。ちょっと相手してやるか。ゼダン自ら行くわ。もうゼダンさんが自ら、そうだな、うまく浮き玉できるかな。よし、シュラー、まだ負けてねえぞ、コラー。このパスで風を引く。ちょっと今なんか危ないとこタップした気がするんですけど、大丈夫か。ねね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 ねサンタナ。やっぱね、おじさんが多いからパスの精度が落ちてんのかな。さっきライカールもなんかミスったもんな。人のせいにすんな。まだ終わりじゃないぞ。そう、てか今1点決めてもまあどの道 2-1 で負けてたんで、うん、ブレーメンの情報修正弱すぎません。多分感触的にゲーテの修正が一番強いんだけど、私的に。いや、マーナスもだってサリナスに普通に押し負けてたからね。 100% もバフ乗ってんのに。よーし、ジェンティーレ側行こう、ジェンティーレ側行こう。来た、宿敵エムンバッパ来た。うるせえ、おめえエムンバッパ使ってるやつと挨拶したくねえわなあ。行くぞ。俺が潰す。かかってこい。ここだ。はい、クリティカルでも取れない。カルツが取ってもいい、全然いいよ、全然いいですからね。チェイ、
ナイスだ。きたー。でもシュライダー邪魔。俺は負けない。くっそ、これちょっとワンツーしていい？ちょっとワンツーしていい？絶対これパスカットなんだけど。くっそ、ブライアン単体マッチだったらマジでやれてたのに。頼んだぞ。いや、パスかよ。くそ。いくぜ。いいだろう。90%。集中していくんだ。ここで試合を決めるぞ。90%ね。止めるんだよね。さあ今日のミュラー、ドルトムントのネクドリ、ドルトムントのユニフォームなの。よし、行くぞ。なのね。いやー、ジェンティーリがマジでチャンスなんですけどね。さあ行くぞ、みんな。ナイス。よし。にゃ。画面じゃねえぞ。受けて立つ。来たな、みんな。チャンス来た。ハートランドのワンツーチャレンジ、いけいけいけ。よっしゃ、危ねえ。よし、いいよ。 80% どこまでいきますか。思ったよりいかない。いや待って、そのジェンティーレと負けるか。何もついてねえな。もっかいもっかいゆっくり、もっかいじっくり見せてあげるね。いいよ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 。ちゃんとなんかドルトムントのチームメンツとやってるわ。さあこれどうなりますか。もうスタミナないね。ハートランド決めたらかっこいい。優勢、やれ。くー、優勢か。俺が止める。行くぞ。そこそこいけんじゃないのとなりますよね。控えキーパーチェック、いない。こうです。ちょっとね、このキャラの出し方プランがいい具合に固まってきましたね。じゃあゲーテでシュート決めよう。よし、いくぞ。いくわよ、やれ。行くぜ。行くぜ。俺が潰す。わしが相手だ。集中していくんだ。ここで試合を決めるぞ。よし、今度は勝つ。そうだ、勝負だ。よし来い。それでいいんじゃ。どうする、自ら行くわ。ゲーテ自ら行く。移動距離あっから。そう、この目の前まで来て。勝負だ。俺が止める。双子はやめろ。さあ行くぞ、みんな。いやー、ライカールにパスの方が良かったんかな。俺に任せろ。いや、パスカットしてこい。後ろ後ろパスカットしてこい。こ、ほら、パスカットしてこい。そう。よし来い。ただ角度あるんですよ、角度。かなりきついよ、多分角度が。 30% か。来るなら来い。やれ。ありがとう。うせえ。何？おめえ普通に取ってんじゃねえぞ、こら。なんだ？オエランいる？あ、いたわ。ごめん、後ろにオエランいたわ。なんでそれ打てるんだよと思ったんですけど、後ろにオエランいたわ。
それ、よし、今だ。ここだ。うわあ。行くぜ。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。集中していくんだ。よし。ここで試合を決めるぞ。よし。うまい、うまい、今のうまい、今のうまい。いい距離感で見てたんじゃないですか。林家庭なでも 93% か。キンクリー。伝説はそう簡単に崩せ。いやこれ金じゃなかったら微妙に上回っていた。よっしゃ。そう予定では上回ってたはずなんで優勢だったよな多分。気持ち優勢だったよな。ドリブル。何？全員で行った。押し来い。受けて立とう。ここは自分で行く。絶対に止めるが。止めてみせる。ゼナ。何？おい。ふざけんな。こら、ふざけんなボケ。行くぞ。不正。不正だわ。あ、いいよいいよいいよ。でも2人通過したんでデバデバフがかかってますね。デバフデバフデバフがかかってるんで。受けて立つ。ん？どうだね。勝ってる。三浦。よっしゃ。クラブの2人やるね。絶対に通さない。俺に任せろ。絶対に通さない。ナイス。何？気力でもぎ取れ。そう。俺の見せ場だ。よし来い。タックル封印のでも全部あるんで。いけるいけるいける。ライカールいける。よし。まだチャンスあるぞ。弾上げるチャンスあるぞ。今タップミスしました。普通にタップミスした。もうラインコントロールで。よし、でも勝った。耐えた。中盤を制した者が勝つんだ。こうなってくるとね、エムンバッパが入ったチームとかに勝ちたいんですけど、さっき負けたよな。バルテス、ちょうどエムンバッパいたわ。バルテス&エムンバッパ 103%。 あー、なるほどね。エムンバッパをマシマシするためにみんなあれか、だからジェンティーレ入れてんのか。納得したわ。あー、終わってる。タックル封印されてる。いくぜ。くそ、それよ。僕が勝負する。よし来い。僕が勝負する。おっしゃー。これ取ってからですね、ライカール方面ダッシュして。結構ギリだなこれ、キャッチするの。もらった。うまかった今。勝負に行くぜ。負けるか。さあ、ちょうどスナッチカットをカットしてるんですけれども、でもドリった方がポジショニングしやすいんで。うん、よし。ああ、終わった。勝負に行くぜ。わしが相手だ。俺が相手だ。もうこのうーんって言って、なんかつるっていくのやめてほしいわ。うーんって浮き玉上げられなくて。行くぜ。レッドカード。レッドカード。多分ね、相手タックルタックルタックルだと思うんですよ。前の2人じゃ絶対止まらないんで、タックルタックルタックルだと思うんですよね。お前、お前
それだけは許さん。来い、俺が止める。勝負だ。わあ、私の全力の時間何だったんだよ。ずっともうそのライト灯ってるだけで何もならん。よし、ナイス、行くぞ。よし来い。はい、完璧だ。もうこれ必勝パターン入ったわ。必勝パターン入った。相手の全力も切れた。今見た。さあ待ってよのホットラインをしっかりつけて、さあお前の半分切ってある、半分か刈り取ってある髪型、よっしゃー。油断すな、まだエムバッパ行くからな。油断すな、あいつ今日何もしてないの。でもこの試合よしよっしゃもう一点あるよねえ、もう一点あるよねえ、ねえ、もう一点あるよ。仕掛けるぞ。もう一回見せたるわ。生クリーさあ、103パーバルティス。早くしろ、ボスにするぞ。早くしろ。いや止め、え、なんでこれは止めんのね。なんで、え、わかんない。まあいっか、勝ったから。さあ待て、めっちゃ戦力低い相手。なんだなんだなんだ、怖い怖い、逆に怖い、逆に怖い。多分ね、これめちゃくちゃバフキャラがいるという感じですかね。いくぜ。負けてたまるか。何としてでも止める。そうじゃ、それでいいんじゃ。集中していくんだ。ここで試合を決めるぞ。で、待ってよのホットだってで、行くわよ。ここを切り抜ける。相手もまだ全力か。それさあホットラインのついた。よし来い。よし、これな、待ってた。これガンガン攻めていこうぜ。もういいんだよ、ゲージフリーでもね、叩き込めばいいんだから。今なんかコブやらホットラインやらなついてたもんな。フリーでも叩き込めばいいんで。さあドリコレ、予測通りタイガーボラント新田が来ましたね。私日本代表ラッシュの時におみくじで新田を引いてるんですよ。この動画のねサムネにも使ってるんですけど、これ自分なんですけど、ってことは新田をあらかじめ引いてるこの予備機っていう状態なんで、自動的にタイガーボランが私は手に入るという計算なんですね。まあ、そもそも超ドリコレなんで枠が2つに分かれてるかもしれないですね。楽しみです。